馬の作り方。260茶色に空気を入れます。絞りひねりを2つ。5センチのバブルを1つ。これは顔になります。4センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。これは耳です。9センチのバブルを作ります。これは首です。9センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。これは前足です。9センチのバブルを1つ。これは胴体です。9センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。これは後ろ足です。絞りひねりを1つ作り、あまりは絞ませてください。手紙を作りましょう。260黒に空気を入れます。耳のたらこひねりに取り付けます。3センチのバブルを3つ作ります。前足のたらこひねりに絡めてください。3センチのバブルを3つ作り、元のたらこひねりに絡めます。残りはしぼませてください。尻尾を作りましょう。260黒に空気を入れます。さっき使った風船の残りで大丈夫です。柔らかめの6センチのバブルを作り、あまりはしぼませます。後ろの絞りひねりに取り付けます。これで完成です。お疲れ様でした。